QRpedia は Wikipedia の記事を閲覧者の選択した言語で提供する QR コードを活用したモバイルウェーブシステム。QR コードはどの URL のリンクも容易に生成することができるが、QRpedia のシステムはこれに拡張機能を与える。ホームページ上での Wikipedia の URI の読み取りと QRpedia 用の QR コードの生成形態機器は、 QRpedia の QR コードを読み取ると URI パスの最後の部分を Wikipedia の記事名として言語コードとドメイン名 qrwp.org を使って作成したコードをユニフォームリソースロケータへデコードして QRpedia のウェブサーバへ URL で指定された記事のリクエストを送信する。また携帯機器の言語設定も同時に送信される。次に q r ペディアのサーバーは Wikipedia の API を使用し Wikipedia の当該記事のうち携帯機器の言語設定と同じ言語のものが存在するかどうかを判断する q r ペディアのサーバーは選択された言語で記事が存在した場合はモバイル端末での表示に最適化された記事を繰り返し記事が存在しなかった場合は Wikipedia の検索結果を表示するこの方法により 博物館自身が翻訳を作成することが不可能な場合でも一つの QR コードで同じ記事を多言語で提供することが可能になった。QR ペディアは使用状況に関する統計も蓄積する。ダービー博物館美術館で掲載されている太陽経義の講義に関する記事の QR ペディアコード。2011年8月時点で記事は日本語、カタロニア語、エスペラント語、 スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、イタリア語、ロシア語を含む17こと語で提供されている。QR ペディアは、ウィキメディア財団イギリス支部長のロジャーバムキン、モバイルウェブコンサルタントのテレスエデンラによって、考案された。2011年4月9日に、ダービー博物館、美術館のイベント、バックステージパスで、ダービー博物館、美術館とウィキペディアの連携の一環であるグラム。 ダービーの一部として公開された。この連携では、1200を超すウィキペディアの記事が様々な言語によって作成された。プロジェクト名は、クイックレスポンスコードの頭文字である、QR とウィキペディアのカバン語である。プロジェクトのソースコードは、MIT ライセンス下において、無料で再利用可能である。ダービー博物館、美術館への訪問者が、携帯端末を使用して、 q r ペディアの QR コードをスキャンしているインディアナポリス子ども博物館に掲示されている q r ペディアのコードメリーゴーランドに関する記事が閲覧できるようになっている q r ペディアはイギリス発祥ではあるがデジタル信号を送受信できる携帯端末が使用可能な地域ではどこでも使用可能である2012年9月現在で導入されているのは 以下の施設である。ありがとうございます。